プティークロワは、フランス、ブルゴーニフランシュコンテ地域圏、ペリトワールド・ベルフォール圏のコミューン。村は、ベルフォールとミュルーズをつなぐ、鉄道路線沿いに位置する。2011年以降、この鉄道路線との接続の代わりに、フォントネルとプティークロワの間をつなぐ LGV ライン、ローヌ線の路線が接続されている。コミューン面積は379ヘクタールであり、 ボージュ山脈に源を発する小さな川、ラ・マドレーヌ川が横切る。村の古い部分は地区200年ほどの古い農家の住宅から構成されており、そのうちのいくつかは半木像である。こうした家々はペルーズからモントルーイコール舎島へ向かう県道28号線沿いに伸びる。より最近建設されているペグー住宅地はコミューンの東側。 モントルーイコールシャトーへ向かう方角にある。この住宅地は新しい住宅からなっている。カペルムでピリカーズ、プティクルー、プチクロプットそしてプチグロプット、ピティコープ、パティトクロクック、パティトクロップと地名は変化した。ドイツ語ではクラインクロイツとなる。我々は1105年にピリカーズという地名を初めて目にすることができる。これは モンベリアルイコールフェレット・ァクティエリー一世の未亡人、エルマントリュードが署名した、フロワド・フォンテーヌ修道院に授けた検証においてで、ある。当時のプティ・クロワは簡素な礼拝堂に限られていた。18世紀、村は2つの領地に分けられていた。一つはリシャールド・ベルフォールの、もう一つはモントルー領主の領地である。両方とも新しい農場の設置を歓迎した。 14世紀、プティクロワの礼拝堂は聖母に捧げられた教区教会となった。1441年、村はビティクロフと呼ばれ、教区は1782年にブザンソン教区に併合されるまでバーゼルの教区に属していた。教会は、その後、聖母の交代に捧げられた。1750年、村には100人を少し超える住民が暮らしていた。 村の名前プティクロワは誤解から生じた。もともとはプティクルーであった。クルーとはくぼみを意味する。村は小さな谷に位置していたのである。ドイツ当局はクルーをクロイツとし、村のドイツ語名をクラインクロイスと解釈した。プティクロワはクラインクロイスをフランス語に翻訳した名である。1915年8月31日、フランスのエースパイロットアドルフ・ペグーは ティークロアの上空でドイツ軍によって撃墜された。彼の搭乗機はキュヌリエールへ向かう道のそばの野原に墜落した。村の中心部にはこの悲劇的な最後を記念した記念碑が立っている。ソースイコール1999年まで LDH, イヘス、カシニー2004年以降 INSEE。ありがとうございます。